今回はペース設定が17分ということで、まあ、それほど速いペースではないなと思ったので、しっかり25キロまで余裕を持っていければと思ったんですけど、23キロぐらいでちょっときつくなってきて、ペースメーカーが外れるまでは頑張ろうと思って行ったんですけど、25キロからやっぱ思うように動かせなくて、後半の落ち込みは激しかったかなと思います。埼玉で取る予定だったので31分かかっちゃって取れなくて、やっぱ次取れるだろうって思う気持ちの反面、せっかく1本マラソン走ったのに取れなかったっていうのは、なんかすごく自分の中でも悲しい気持ちはありました。なので今回は MGC を取るっていうのはもう絶対必ず取るっていうのは確実に決めてました。まあ、獲得してちょっとほっとした部分と、まあ獲得できたからこそこれからさらにいろんなことに挑戦ができるっていうのはあると思うので、しっかりこの2年間を有意義に使っていきたいなと思っています。今回名古屋を走らさせていただいて、やっぱ名古屋は名古屋のレースのすごい良さも改めて感じましたし、やっぱ母校であるその豊川高校がいつもたくさんの先生が応援に来てくれるんですけど、毎年学校のウェアを着て応援されるだけなんですけど、今回は名前入りののぼりを作ってきてくださったりとか、なんかちょっとグレードアップしていて、それも走りながらグレードアップしてると思ってちょっと楽しみながら走れたんで、やっぱこれはその名古屋独特の環境の中で走れるなとは思います。はい、あの MGC 獲得者の6人のうち3人が豊川高校出身者なんですけど、そのことに何かもし感想がありましたら。そうですね、それは大変嬉しく思います。まあ、今回もその関根と一緒に走るってなって、私の中では最後優勝争いが関根とできれば、まあ、豊川高校からしたら万々歳じゃないですか。そういうことをイメージしながら走ってたんですけど、私がちょっと最初に遅れちゃったからもうちょっとつきたかったなとは思いますけど、やっぱそうやって同じ高校からこう結果がたくさん出てるっていうのは、自分の行ってた高校はすごいなと思うし、間違ってなかったなと思います。